はい、ということで制作パート「眠れないユムさんに作る曲ね」、前回のヒアリング動画で得たパーツは音が行ったり来たり急に上がったり下がったりの抑揚で、耳に残るメロディー、ほんでミドルテンポ以上で明るめの曲ってことね。ほんで歌詞の中に「眠れない夜」っていうのをつけるのと、あとクマの名前考えるね。はいはいはい、今作っていこうかなと思うんだけど、どうしようかな、まあ、一発目の第一弾アーティストだから俺っぽくいこうかなっていう気がするよ。眠れない、眠れない夜というワードをクリアする作戦な。ほんであとサビやな、サビがやっぱ行ったり来たり、行ったり来たりって感じちゃうんかな。え、結構強いメロディーかなと思うから、いいんじゃない、耳に残るメロディー、そういうのちょっと意識しながらどんどん作っていけたら。眠れない夜に、まあそうやな、まあ結局理想の自分になるために頑張るっていう方向の曲をね、そう、眠れない夜さんもその弾き語りとかこうやってどんどん、そうなんていうの、理想に近づいていけるかみたいな、理想を追いかけるみたいな感じの歌にしてみようかな。まあとりあえず眠れない夜がやってきたって感じやろ。眠れない夜やってきた、明日はただなんとなく過ぎて、それに飽きた、これが B メロやねんけど、クマの名前をここになぶち込みたいな。ほんで理想を追いかける、何だ何だって何だ、ヨモスさんはクマを背負ってたから、理想、理想郷、ユートピア背負って旅立つ、雪が私の相棒、ユートピアか、あ、ちゃんと普通にユートピアっていう英語や。俺この感じでちょっと行ってみるか。よし、完成品。爽やかだけどコピペで彩る。
な。はい、ということで、まあ、大体ワンコーラスなんですけど、まあ、こんな感じになりました。まあ、これをヨノさんに聞いてもらって、まあ、ちょっと修正かけたり、まあ、もちろんワンコーラスなんでフルにして、ほんでアレンジもして、まあ、今回はヨノさんは自分のチャンネル持ってはるんで、完成バージョンはヨノさんの方で上げてもらって、まあ俺の方では歌ってみたみたいな感じで、おそらく完成版みたいな感じで上げようと思います。それはいつできるかわからないですけど、まあおそらく近いうちに上げますので、お楽しみにしていてください。